後に進学する中学生、高校生に共通している方向けです。高校や大学、短大、専門学校に進学するとき、奨学金を申請することができます。奨学金とは、経済的理由で進学を諦めることなく安心して学ぶことができるようにする制度です。奨学金には原則返済しなくてもよい給付型と、返還しなければならない貸付型と2種類あります。奨学金は早めに申し込む準備をする必要がありますし、実際にお金をもらうのは申請後になるので、余裕を持って早めにケースワーカーにご相談ください。生活保護を受けている世帯には給付型奨学金があります。高校生には高校生等奨学給付金があります。高校生等奨学給付金とは、教科書費など授業料以外の教材費を支援する返還不要の給付金です。生活保護を受けている世帯であれば、令和4年度の給付額は、国公立高校なら32,300円、私立高校なら52,600円になります。こちらの給付金は、学校またはお住まいの都道府県への申し込みが必要なので、学校の先生やケースワーカーにご相談ください。生活保護を受けている世帯には、貸付型奨学金があります。こちらは返済義務のある制度で、支給額の種類は国公立大学、私立大学によって異なります。一般的に在学中は返済しなくてもいいものですが、その代わりに卒業後から返済を開始しなくてはいけません。一つ例を挙げます。400万円の貸付型奨学金を利用し、毎月2万円ずつ20年間、年利 3% で返済する場合、元金の400万円と利子額が加算され、約532万円になります。返還が必要な制度なので、利用しようと思った際は、学校の先生やケースワーカーにご相談ください。申請窓口問い合わせ先は、久留米市役所健康福祉部生活支援第1課2課になります。場所は久留米市役所の地下1階にあります。電話番号は 0942-309023 になります。申請や生活に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。せーの、待ってます。